坂口新一郎坂口新一郎から1923年11月2日は日本の政治家、衆議院議員、監視陣、新潟新聞社長、新潟米国株式取引所理事。続籍は新潟県平民。長男はラジオ、新潟社長、坂口健吉。逸は、作家、坂口安吾。孫に写真家、坂口綱夫などがいる。 監視人としては、坂口五宝のペンネームを用いた。越後国の官岸原軍阿賀浦村大安寺で、父、徳七と母、優の長男として生まれる。祖先は、比前唐津にあり、江戸時代はじめに、加賀の大正寺、越後の長岡などを経て、大安寺に住み着いた。当時徳七は、坂口家の本家と共に、裕福な地主だった。二一郎は十三歳で聖老村。 諏訪山の王の初誘導の門人となり、漢学、秘策を学んだ。1870年、家督を相続15歳で、大安寺に新居を構え、玉井浜子を妻に迎える。1874年に、父の陶器失敗などがあり、二一郎は東京に出て、初誘導のこの王の梅花の家に身を寄せて、 中村義隆の導人者に通い音楽を学ぼうと、下が2年ほどで父に連れ戻された。その後新潟へ出て、基礎改正にあたって、知見を定めるために、新潟米商会所の創設者、本間新作を手伝った。1879年に、本間により、米商会所で、頭取代理、肝入りとなり、45年間ずとめ理事長になった。 1884年より改新統計の新潟県会議員として17年間在職し議長も経験した。1887年からは新潟新聞の一島県吉、尾崎愛川を助けるようになり、1891年に四島が去ったため尾崎が主筆、二一郎が社長となる。またこの頃から越人誌はお新聞に掲載を始める。 1889年には三つ子を設けた妻、浜子が亡くなり、1891年に5歳に吉田麻子を迎えた。1902年、衆議院議員に当選。発期務め、1905年には万千千地視察に赴いている。県政回答委員長、県支部長なども務めた。東京では、日本橋本議員長樋口や、後に、戸塚に居住。 1920年に発病、胃がんと診断されたが、復空内腫瘍だった。この頃から、素案、厚生同人と合する。1922年に、新潟で中学を再落第、方向の恐れのあった暗号を戸塚に呼び寄せ、豊山中学校に編入させた。1923年11月に在職中の、ママ病の悪化により、細胞肉種、合腹膜腫瘍で死去。 去年六十四、大安寺の坂口家墓所に葬られた。資料に、坂口健吉、五宝余り影がある。1889年に、森春闘門下の山中高雲が新潟に訪れ、進められて、新聞紙に送り掲載された。そういう人有新潟五宝りしすだれ影投稿、えいみどり牛吉名、至る日中乱火事ためわれ王宝玉娘宅住、在庫乱。 第二競売年の作品は国史を論じる英史史が多い。1883年に大地本、船講座歌の本国。1918年に新潟新聞に掲載した北越市和尾観光、越後出身者など900人3500種の詩文が収められている。印の収集も趣味で甲府洋国の取地石の印を市島県基地から譲り受けるときに 七こと三十四区の大作、鳥地一修太、増一島春城を送っている。このために二一郎と四島は相互に一席を設けて、二一郎はその席上でこの鳥地一修太を大幅に書き、招かれていた寺崎工業画,画を描き、浜村増力が筆を添えた。これは新潟県立図書館に所蔵されている。三周期の1925年に建森集会 長男、元吉が編纂した、五法以降が刊行された。ありがとうございます。